暇なので好きなブラックジョークを貼っていく。キャスター、成人の日おめでとう。何か抱負はありますか？新成人。いや別に。キャスター、例えばこんなことはぜひやりたいとか。そうですね、思い切って禁煙をやろうかと。患者。先生、誠に申し上げにくいことですが、こんなに手厚い治療を受けても私にはお支払いできそうもないんです。医者。生命保険は加入してるんでしょ？ええ。結構。ではご心配なく。娘。ママ、どうして私をもっと綺麗に産んでくれなかったの？母。ごめんよ。でも父さんが四六時中目を離さないもんだから仕方なかったんだよ。意味がよくわかんないんだけど、どういうこと？夫が監視しててイケメンと浮気ができなかったということだと思います。男一。おい、俺が貸した金返してくれよ。もう3回も催促してんだぞ。男二。うん、しかし僕が借りるときは5回も頼んだじゃないか。社長。サラリーマンはなぜネクタイを締めるか知っているかね？社員。いえ、存じません。犬と同じだよ。はあ。首に紐をつけました。どうぞご自由に動かしてくださいってことだ。いつも脳体な私は野良犬だったようだ。ええ。いやあ、娘が海外留学することになってね。B。ほう、それでどちらに？日本なんですよ。じゃあ仕送りが楽しみですな。わからない。日本は金を外国にばらまいてるからじゃないかな。牧師。あなたはこれまでに殺人、放火、強盗、数々の悪事を働きました。死刑囚。はい。牧師。しかし今こそ神の前に誓って悔い改めなさい。死刑囚。はい。牧師。もう二度と悪事を働かないと。死刑囚。ええ、もちろん。やりたくとももうできません。女。あなた、今度浮気したら、私本当に死んでやるから。男。嬉しいこと言うじゃないか。未遂は嫌だぜ。子供。お父さん、自転車買ってよ。父。ダメだ。この辺は危ないから。自転車の事故で死ぬ子供もいるんだよ。でも自転車買ってもらえないからって自殺する子供もいるんだよ。同じ死ぬなら買わないで死ぬ方がいい。男一。結婚すると女ってものがよくわからなくなるよね。男二。うん。ただその時ではもう遅すぎるけどね。主婦。ひどいわ。お宅で買った洗剤を使ったら子供のセーターがこんなに縮んじゃったわよ。店長。
じゃあお子さんもそれで洗ってみたらいかがですか？男一、失恋したんだって。男二、うん。忘れられないか。うん。くよくよするなよ。女なんかいくらでもいるじゃないか。それはよくわかってる。だけどどうしても月に一度は思い出しちゃうんだ。見かけによらずロマンチストだね。いや、贈り物のローンが残ってるんだよ。女、あなた、頭のいい女と顔のきれいな女、どっちが好き？男、どっちも好きじゃない。僕の好きなのは君だけだから。え？客、オタク、どう責任を取ってくれるんです？店員、はい、何でしょうか？うちの子供が波にさらわれて溺れ死んだんですよ。ご愁傷様です。お宅で買った沈まない水着を着せておいたのに。おかしいな。水着だけは浮いてきませんでしたか？占い師、どれ拝見。いやいや、これはなんと。奥様、近くご主人が変死されるかもしれませんぞ。女客、ええ、それはわかってるの。それで私は捕まるの？捕まらないの？社員一、社員食堂のコックが表彰されるらしいよ。2、へえ、なんで？経営の刷新に多大な功績があったからだって。やつ何したのかな。あ、ほら、幹部食堂の中毒死事件あったじゃないか。孫、おばあちゃん、誕生日おめでとう。ケーキには年の数だけろうそくを立てるんでしょ？祖母、そうだよ。その箱からろうそくを出しておくれ。孫、あら、おばあちゃん、2本余ったわ。じゃあ、あと2年ってことね。牧師、何時の隣人を愛せ。男、しかし隣の奥さんは有料なんですよ。客、おい、スープの中でハエが死んでるじゃないか。ボーイ、はあ、しかし泳げるハエというのは滅多にいないもので。客、板前さん、このマグロ先週食べたのと比べるとだいぶ味が落ちるね。板前、そんなことはないと思いますよ。そうかな。だって先週のと同じマグロなんですから。女一、結婚のお祝いに何をくださる？女に、まだ決めてないのよ。二人で使うもので、しかもいざっていう時に二人で分けられるものってそうたくさんはないでしょ。面接官、今までに5回も仕事を変えていますね。受験者、はい。
面接官。飽きっぽい性格ですか？いいえ、自分から辞めたことは一回もないんです。酔っ払い一。おい、もっと真面目に運転しろよ。酔っ払い二。え、君が運転してるんじゃないのか？陣笠議員。どうして警察なんかに呼び出されたんですか？大物議員。収賄だ。どうやってうまく切り抜けたんですか？贈賄だ。最も守備範囲の広いプロ野球選手は、オリックスの谷選手。妻。ねえ、あなた。夫。なんだい？世の中には勝つことよりも負けることの方が楽しい場合もあるのね。おや、そうかい？ええ、私今日誘惑に負けちゃったの。え？患者。先生、僕は会社のコンピューターに恋しちゃって、彼女のことを思うと気が狂いそうなんです。医者。おやおや。患者。しかしどんなに惚れたって結婚できるわけじゃないし。よくお分かりですね。そうなんです、社内結婚は禁じられてるんです。女。ねえ、結婚しましょうよ。男。まだ早すぎるんじゃないかな。一ヶ月後。ねえ、そろそろ結婚しましょうよ。男。もう遅すぎるんじゃないかな。男。あなたと結婚できないくらいなら僕は死んでしまうよ。女。本気でそう言ってるの？もちろん。わかったわ。じゃあ、ぼつぼつ日取りを決めて予約しておかなくちゃね。嬉しい。式場を決めるんだね。ええ、葬儀屋さんのね。子供。お父さん、この世に正直ほど大切なものはないって本当ですか？もちろんそうだ。ただ大切なものはあまり使わないで大事にしまっておかなくてはいけないよ。男一。うちの女房は疑い深くて困ってしまうよ。男に。ほう、どうして？男は仕事で旅に出ると必ず浮気するって信じ込んでるから。なるほど。当たらずとも遠からずだな。しかし、俺は宇宙飛行士なんだぜ。評論家。公務員はもっと働くべきです。公務員。本当にそうお望みですか？もちろん。しかし私の場合、消防署で火事を消す係なんですけど。患者。この病棟には4号室があるんですね。院長。ええ、4は死に通じるって昔から嫌がられていたんですが。ではなぜ？
病人をそんな部屋に入れたいっていう家族が意外と多いんですよ。男、あなたのおじいさんもお父さんも船で死んだんでしょ？船乗り、はあ。それでよく船に乗る気になりましたね。船乗り、しかしあなたの家も畳の部屋があるんでしょ？ありますけど。あなたのおじいさんもお父さんも畳の上で死んだと聞きましたがね。女一、あなたはどんなタイプの男の人が好き？女二、私はね、無口で冷たい感じの男の人がタイプなの。ああ、それで木の箱に入ってる人？刑務所長は新任の看守に覚悟を求めた。ここはタフな連中ばかり入れられてるんだ。君に務まるかな？任せてください。徹底的にやります。言うことを聞かない奴がいたら、無所から叩き出します。チャーリーの奴、昨日教会で牧師の説教中にいびきかいてたの知ってたかい？ああ、それがうるさくて俺も目を覚ましたんだ。子供、産んでくれなんて頼んでないぞ。父、頼まれていたら断ってたさ。ご注文は？そうだね、半分焼きすぎで半分生焼けのステーキ、水不足でパサパサのサラダ、焼きすぎで硬くなったパン、生温かくて気の抜けたビール、これらを1時間後に持ってきてもらおうか。当店ではそのような注文は受けたまわっておりません。ほう、1週間前にはちゃんと出してくれたのに。この辺りに警察官はいますか？あいにく警察署は遠くてね。だったら手を挙げて金を出せ。取り調べを受ける容疑者と被害者のやりとり。容疑者が被害者に尋ねた。その時本当に俺の顔を見たのかい？被害者が聞き返した。その時っていつのその時ですか？容疑者は苛立って声を張り上げた。俺があんたのハンドバッグをひったくった時だよ。アメリカが自由の国であるという事実をその離婚率の高さが証明している。また勇敢な男の国であるということを結婚の数の多さが示している。ちょっとウェイター、この水濁ってるぞ。水は大丈夫です。お客さん、汚れてるのはコップの方ですから。心配しないで、私は秘密を守るから。漏らすのはいつも私が教えてやった人たちなのよ。独身男性、美人の嫁を持つと何かと金がかかって不経済だろうな。既婚男性、しかし不美人な嫁を持つと浮気代がかさむからな。
私、最初の夫に多額の保険金をかけてたの。あなたが受取人になっていて疑われなかった？別に。受取人になっていた男性と再婚したんだけど、それが何か？いくら資産家だからといって、70歳のあんたが25歳の若い女性をどうやって口説いて花嫁にできたんだい？俺の年齢を偽ったのさ、90歳だって。新郎、驚いたな。君って女は金遣いは荒いし、朝寝坊だし、料理は下手だし、掃除はしないし、全くひどいもんだな。新婦、そりゃ私だって自分が欠点だらけの女だってことをよく知ってるわ。本当に自覚してるのかい？もちろんよ。欠点がもう少し少なかったら、もっとマシな男を選んでるわ。例の芝居はハッピーエンドだったのかい？うん。お客さんたちは幕が降りてみんなほっとしていたよ。公演が聴衆に受けず、不機嫌な表情で演壇から降りてきた議員先生。秘書に向かって怒鳴った。20分の原稿を書けって言ってあったろ。読んでいたら40分もかかったぞ、間抜けめ。あ、すみません先生。念のためにコピーをつけておいたのですけど。なぜ離婚に同意したんですか？結婚して以来、初めて合意できることに出会えたから嬉しくてね。女、昨日も若い女性と一緒にいる夫を見たんです。夫とその女は私に見られてるとも知らずに映画館に入っていきました。弁護士、だったらどうして二人の後についてってご主人と向き合って話し合わなかったんですか？それができなかったんです。私と一緒にいた彼はその映画をもう見たって言うんです。社員1、君は本当に社長のイエスマンだな。社員2、それは間違っている。というと？私はイエスマンではない。社長がノーと言った時はちゃんとノーと言う。遺族、先生すみませんがお願いします。医者、死亡診断書かね。はい、ここにサインを。ここは死因を書くところだよ。ですから先生のお名前を。母親、もしもし、今子供が一人学校の裏の川で溺れかけています。この学校の入学試験にパスした子供ですわ。事務員、はい、それで？あの様子ではきっと溺れ死にます。欠員ができたらぜひうちの子お願いします。一足遅かったですね。すでにその子を川へ落としたご父兄が先にお見えになっていらっしゃいます。監督、さあこの崖の上から思い切り海に飛び込んで。女優、とんでもないわ。そんなことしたら死ぬか大怪我するか。監督、いや心配無用。これが最後のシーンだから。